緑の木々の隙間から春の日差しこぼれて、少し眩しい並木道、手をかざして歩いた。あの人と私は帰る時はいつでも遠回りしながらポプラを数えた。四月になるとここへ来て卒業写真めくるのよ。あれほど誰かを愛せやしないと。誕生日にサンテクジュペリ不意に送ってくれた。一行おきに好きだよと青いペンで書いてた。あの頃の二人は話さえできずに、そばにいるだけでも何かを感じた。四月になるとここへ来て卒業写真めくるのよ。あれほど誰